どうもシュンズ TV です。普段撮影しているトイストーリールームは隣の部屋になるんですけども、今日はなんとダッキーとバニーからですね、話があるということで、ここでダッキーとバニーとちょっとこっそりとお話をしてるんですけど、ちょっとダッキーとバニー、一体話って何？おい、俺たちとドッキリ対決をやらないか？俺たちの方が絶対うまいよな。ドッキリ対決？ドッキリ対決ってどういう対決の仕方をするの？俺たちが考えるドッキリとシュンズ TV が考えるドッキリ、どっちが面白いか競い合うんだ。絶対負けないよなダッキー。なるほど、全然いいよ、楽しそうじゃん。じゃあどうしようかな、どっちかが順番にドッキリをやって、でどっちの方が面白いかっていうのはみんなに決めてもらいましょうかね。ああそうだな、こうなったらもう分かりやすく視聴回数で勝負しようぜ。視聴回数が高い方、まあそれでいいか。まあ全然いいですよ、やりましょうよ。じゃあ先どっちがドッキリ仕掛けます？先行は俺たちだ。俺たちが今日やって、明日シュンズ TV が考えるドッキリをやれ。オッケーオッケー、なるほどね。じゃあ皆さん、今日はダッキーとバニーが考えたドッキリをやります。でじゃあ明日私が考えたドッキリをやります。でどっちの視聴回数が高いかによって勝ち負けが決まりますので、いや私絶対負ける気しないですよ。ダッキーとバニーね、確かに悪巧みとかもすごいし悪知恵も働きますけど、さすがにダッキーとバニーに私負けませんよ。だったら負けた方は罰ゲームだ。ああとびっきりのやつにしようぜ。おお、いいじゃないですか。じゃあどんな罰ゲームにします？ちょっと耳を貸せ。あのな、これでどうだ？いや、それはちょっとやばくないっすか、その罰ゲーム。そんなんやりたくないっすよ。じゃあ俺たちの勝ちでいいのか？ああ、弱虫め。わかったわかった、じゃあそれでいいよ。じゃあ逆に私が勝ったらダッキーとバニーにすごい罰ゲームを与えますからね。それでいいね。望むところだ。俺たちの方が絶対上だよなダッキー。ということでですね、ダッキーとバニーとドッキリ対決をしたいと思います。今日はダッキーとバニーがドッキリを仕掛ける日です。じゃあダッキーとバニー、ドッキリよろしく。あー、俺たちが考えたドッキリをシュンズ TV がやってくれ。俺がやるの？俺たちはいたずら好きってバレてるからさ。頼むよ。わかったよ。じゃあちょっとどんなドッキリをやってほしいの？耳を貸せ。ゴニョゴニョゴニョ。なるほど、わかりましたよ。じゃあダッキーとバニーが考えたドッキリを今からやりたいと思います。それじゃあダッキーとバニー入るよ。ああうまくやれよ。俺たちが考えたドッキリスタートだ。では行きましょう。おもちゃの皆さん、おはよう。おー、ミーティング中。いや完全にミーティング中でした、すいませんね。そしてちょっとダッキーとバニー、ちょっとねどうしようかな、じゃあここにいてもらおうかな。そして今日はですね、ちょっとバービーとケンのねこの仲の良さを僕はね知りたいので、ケン、今から君をですね、じゃ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 ーん、しゃもじで縛り付けたいと思います。さあできました、しゃもじにですね剣を縛り付けました。そして剣、なんだかんだで剣が喋ってるところとか見たことないんですよね。なので今日はですね、剣の目の前でこの大切な洋服を破りたいと思います。剣の目の前で破ったらどうなるのかね。ちなみにバービーはここにいますけどね。さあでは剣、ちょっとね今から僕はこの洋服を破るんですけども、ぜひ教えてください。剣が一番好きな人って誰ですか？それを教えてくれれば破りませんからね。ではじゃあこれね破っちゃいますよ。さあ剣、好きな人言わないと破っちゃいますよ。いいんですね。ん？何の音？あれ？バー
ービィさっきそこにいたっけな。まあいいや。いやちょっとケン、いいですか、一番好きな人の名前を大声で叫んだらこれね、破りませんからね。じゃあ本当に破っちゃいますよ。じゃあ行きます。こんなの簡単に破れちゃいますからね。さあ破りましょう。5秒前、4、3、2、1。あ、喋らないなら破ります。じゃあ破りましょう。こいつついに喋ったぜ。引っかかりやがって。喋った、喋りましたよね今。バービー喋ったよ。あれ、ちょっと待って、バービーは、バービーさっきまでここにいましたよね。どこに行ったのバービー。ねえバービー、うーわマジかよ、こんなところで抱き合ってる、マジか、素晴らしいよ。バービーとケンの愛は本物ですね。もうバービーも助けに来て、あ、ごめんケンとバービー、実はこれダッキーとバニーが考えた2人の愛が深まるドッキリでした。いや皆さん、もうね、ケンとバービーの愛は素晴らしかったですね。それにしてもダッキーとバニーなかなかやるな。やっぱりダッキーとバニーはね、とっても悪知恵が働く頭のいいおもちゃだから面白いドッキリ考えますね。でも明日は今度私が考えるドッキリをやります。ダッキーとバニーとドッキリ対決ですから。そして負けた時の罰ゲームめちゃめちゃでかいです。もうね、どっちが罰ゲーム食らってもマジでやばい罰ゲームですので、私は何としてでも勝ちたいと思いますので、ぜひ皆さん明日の動画ご覧になってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。いやー、シュンさんとダッキーのドッキリ対決、私も見物ですね。シュンさんもドッキリ考えるのうまいし、ダッキーとバニーは悪知恵がすごいので、どっちが勝つのか楽しみです。ポリスステンチーの質問コーナー、ポリスステンチーに質問です。ステンチーがいなくなるの寂しいですか。はい、とっても寂しいです。でも私の後ろには今でもステンチーがいると思っています。ポリスステンチーに質問です。ポリスステンチーはステンチーの姿を見たことはありますか。いいえ、見たことありません。私の真後ろにいますから、鏡の前に立ってもステンチーを見ることができませんからね。ポリスステンチーに質問です。ステンチーの心はわかるんですか。いいえ、それぞれくっついてましたけど別々の感情を持っていました。なのでステンチーが何を考えているかとかはわかりませんでした。ポリスステンチーに質問です。ステンチーがまた戻ってほしいですか。はい、もちろんです。私はまたステンチーと楽しくおしゃべりしたいです。スパークスが仲間になってどう思いますか。とても嬉しいですね。機械に得意な仲間が増えたということで、レックスとスパークスがいれば最高のコンピューター仲間ですね。ポリスステンチーに質問です。ポリスステンチーは呪いの人形じゃないんですか。はい、私は呪いの人形ではありません。私はポリス、すなわち警察官です。私とギグル、そして電話のチャッターフォンと双眼鏡のレニー、この4体でシュンズ TV の警察署をやっています。ポリスステンチーに質問です。警察署のメンバーに猿とトゥイッチを入れるのはどうでしょう。なるほど、素晴らしいアイデアですね。猿は見張りの天才、そしてトゥイッチは空が飛べる筋肉もりもりの強いおもちゃです。あなたのアイデア素晴らしい、ぜひ採用させてください。今度お猿とトゥイッチにオファーをしてみます。もし入ってくれることになれば新しい警察署仲間の誕生ですね。皆さん、明日はシュンさんが考えたドッキリをするそうですけど、ぜひご覧になってください。おい、ちょっと待て、明日の動画お前ら見るな。そうだ、俺たちが勝ちたいんだ。今日の動画をみんなに拡散してくれ。頼んだぜ。面白い罰ゲームが待ってるからさ。ったく、ダッキーとバニー入ってくるな。ああ、そうそう、皆さん、チャッターフォンに質問がある方はぜひコメント欄に書いてください。もう少ししたらチャッターフォンの質問コーナーも始まりますので、また必ず見てくださいね。あばよー。